久保さん。始めなければ始まらない。はい。まあ、みんなね、準備してから始めようっていう人多いんですよ。で、別に悪いことじゃないんですけど、準備で終わるっていうね。<laughs> 準備で終わる。機材揃えて終わるとかね。<laughs> だから別に準備することは悪くないんだけど、準備が目的になっちゃってる。なんか、そう、機材揃えるとか、カメラ揃えるとか、はい、終了みたいな。で、ちょっとやるんだけど、結局やんなくなるんで、 だからセンターピンは何かっていうと、準備ではなく本番なんで、本番を始めなければ本番で勝てないよっていうところで、じゃあ本番ってどこにあるのかっていうと、ネット上であるならば、ネットに何かを公開するっていうことが本番であり、だからネットで稼ぐっていうのは、準備と本番が僕セットなのかなと思うんですよね。準備と本番がセット。これいいんじゃないですか準備と本番がセット。だからインプットとアウトプットがセットのようで、準備と、あー、発信がね、この一緒っていうか。 い、うん、ってらっしゃい。